ですか、天地様。あ、いえ、愛香さんじゃないみたいだな。天地様、私こうして天地様とご一緒に勉強できてとても感激ですわ。え？いつまでもこうして天地様と一緒にいられるのならいいのですけど。愛香さん、私地雷王家の王女ですもの。いつかは。でも天地様のことは私。ん？ちょっと涼子さん、なんでその下品ないびきは。なんだよ、気を利かせてネタ売りしてやってるのに。気を利かせてって思いっきり邪魔してるじゃないの、その下品ないびきで。寝てりゃいびきが出るのは自然じゃねえか。寝たふりでどうしていびきが出るの。まあ細かいことは気にするな。細かいことじゃないでしょ。はあ、またか。お？ねえ、津波さん、お話が。趣味は何ですか？その、あの…え？おい、どこ行くんだよ、涼子。どこって、学校に来たんなら屋上だろ、屋上。なんでだよ。本に書いてあったぞ、屋上で男と女がこう、こんな風に、こんなでちょっと、あれ。さあ、天地様、授業が始まりますわ。あえかめ。何をするのよ。あの、天地さん。え、俺？あの、何でしょう。後で、この学校を案内してもらえませんか。いいですよ、俺でよかったら。ありがとう。そんな。Thank you.
やっと終わった。よかった、何も起こらなくて。思ったより退屈だな。何言ってんのよ、ずっと寝てたくせに。あら、そうだっけ。まったく何しに来てるんだか。もしかして嵐の前の静けさだっただけかも。ここが情報処理室で、その隣が視聴覚室。この校舎の2階はどうなってるんですか。家庭科室と音楽室があるけど、行ってみます。はい。何してんだよ。しっ、黙って。あいつ。ちょっと涼子さん。天智。涼子。天智、私にも学校の案内しとくれよ。いや、ほら、な。ねえ、天智。いや、ほら、な。あの、一緒に回るのはどうでしょう。もう、違うだろ。こうなんだよ、こう。あたしをバカにしてんのか。いいえ、そんなことは。あー、もうだから、あたしの天地に。誰があたしの天地ですって。いや、別に。やめてください。優しいんですね、津波さん。そんな。いけね、もう戻らないと。はい。あ、天智。天智様。さて、次は何の授業だっけ。科学か。ここの中性子物質をこのクォークにぶつけると、相互の原子核が影響されてドカーンとなっちゃうのよ。わかった。わかってないみたいね。ないわね。じゃあ愛の法則にしましょう。モデルはそうね、天智くんにお願いしようかしら。俺、そんな。先生に口答えしない。席から立って。
はい。じゃあ相手役の女の子は、つなみさんに。先生、その愛の法則とはどういうものなんですか？ああ、とても人前では言えないわ。そんなこと人前でさせようと？それではやってみましょう。天智くん、津波さんの手を握って。そんな。早くしないと落第よ。はあ。はい、結構。じゃあ、津波さん、そのまま天智くんに顔を近づけて。黙って聞いてる。そんなハレンチなこと許しません。愛の法則、地球には重力がある。なんなんだ一体。さあ、ごめん。若いわね、二人とも。いや、結構。あら、涼子さん、彩花さん、そんなところで何してるんですか？ちょっとね。さて、次は何の授業だっけ？確か古典だったな。やっと終わった。相変わらず眠い授業だよな。そういや、あの二人いつになく静かだったけど、どうしたんだ？どうしたんですか？いや、ちょっと。なるほど、そりゃ静かなわけだ。二人とも。じゃ、今のうちに行きましょうか。え？学校の案内です。あ、そうですね。今度はどこに行こうかな。天智ったら。天智様、いけませんわ、こん
学校って楽しいですね。え、そうかな。勉強あるし、テストあるし、楽しいばっかりじゃないと思うけど。あの、私、学校に来るの初めてだから。初めて？体が悪かったんです。そうだったんですか。なんでかな、俺、津波さんと初めて会ったって気がしないんですよ。いや、よくわかんないけど、ずっと前から知ってるような感じがするんですよ。ありがとう、天地さん。ごめん、変なこと言っちゃって。ふん、嬉しい。まさき天地くん。涼子。屋上で転入生と不純異性交遊してないで、至急教室に戻りなさい。ちょっと涼子さん、おやめなさい。うっせえな。何やってるんだよ、マサキ。少しはこっちに回してくれよ。マサキくんっておとなしいかと思ってたら結構遊んでるのね。なんでこうなるの。さて、次は何の授業だっけ。社会だったよな。やっほー、みんなちゃんといるわよね。あれ、ワシュさん、この授業って。担当の先生が急病のため、この授業は自習となります。で、ただ自習だと面白くないので、この授業はクイズ大会にします。クイズ？なんだそりゃ。いつも知らないんですの。そういう意味じゃねえだろ。はいはい、静かにね。それじゃあ、ディスプレイオープン。シュウさん、それは…あ、これ、こんなこともあろうかと用意してたのよ。さすがワシュウちゃん、用意周到だね。当たり前じゃない。こんなこともって…天地さん、
あんまり深く考えない方が。その方がいいかもしれない。それじゃ始めましょうか。じゃあまず天智くんから。ところでプレイヤーのみんなは天智無用は初心者かな、それともクロート。問題はテレビ版天智からだから初心者だと辛いのよね。じゃあ二択にしてあげる。第2話の涼子と彩香の子供時代の回想シーン。あれは彼女たちが何歳の時？第18話に出てきたささみと友達になった幽霊の女の子の名前は？第9話では何が降っていた？テレビ版からめでたくレギュラーになったがやっぱり不幸だった三星の相棒の女性は？第15話に登場した清音の同期で嫌味な女性といえば？ぼったくりバーでささみと一緒に皿洗いをしていたのは？和集の作ったメカ和集。最初は三星の精神データがコピーされたが、メカ和集マーク2では誰のデータがコピーされてしまった？第23話で従来に降り立った三星たちの晩御飯は人参鍋だったのだが、その時涼王旗はどうしていた？第16話でカラオケのシーンでささみが頭につけていたものは？テレビ版の LD 一巻には初回特典としてハーフボックスがついてきたが、その帯の上面には何と書いてあった？まあまあね、悪くもないけど良くもない。はあ、つまんない結果ね。そう言われても。仕方ないわね、次に行きましょう。次じゃ、次は涼子ちゃんね。プレイヤーのみんなは代わりに答えてあげてね。次の中で涼子のセリフは？楽勝じゃねえか。